アメリカ大統領選の速報ということで、やっていきたいというふうに思います。ワシントンからの報告、選挙戦を分析し、今後の日米関係を展望するうと題しまして、ワシントン現地の専門家を2人お招きしてですね、議論を進めていきたいというふうに思います。今日はお二人の専門家、まさにワシントンの現地からですね、ご参加をいただいて、議論をしていきたいというふうに思います。2人の登壇者の方をご紹介いたします。まず、マイク望月さんです。ジョージ・ワシントン大学の准教授でいらっしゃいまして、私ども新外交イニシアチブはもう設立の前からお世話になっていて、今というかですね、もう当初からの設立の時から評議員という形で、ずっと ND のメンバーとして関わって、くださっています。専門は日本政治ということになっているのかなと思いますが、広く当然ながらアメリカの政治もご覧になっていますし、アジア政治、アジア外交といったものにもたくさんの本、そして発表等をされておられます。そしてもう1名、芦澤邦子さん、こちらも ND のシニアアドバイザーということで、当初からずっと関わってサポートしてくださっている方ですけれども、アメリカン大学で講師をされていて、国際関係全般について教鞭をとっておられます。ではお二方からまず第1部のお話をもう早速伺っていこうと思うんですが、まず芦澤さんの方からですね、今の大統領選のある状況をちょっと整理しながらお話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。じゃあ、本当に、皆さん多分 ND の方々はちゃんとすごく情報を追ってらっしゃっていて、多分大統領選のことも、今朝起きられてからチェックされてるかと思うんですが、一応、話の、始めとして、少し、情報を、最新の情報をまず紹介したいと思います。で、私の情報は今回はニューヨークタイムズの方から取ってありますので、他の、メディアとちょっと違う、多少違うかもしれないんですが、一応信頼できるソースとして、使います。じゃあ、ちょっと映像をシェアします。で、まず大統領選の方から行きたいと思います。で、これ、15分ぐらい前に最新のニューヨークタイムズのと合わせて作ったので、それほどずれてはいないと思うんですが、一応多分皆さんご存知と思うんですけども、大統領選挙、この火曜日に行われまして、もうすでに3日経っています。ですが、普通だと火曜日の夜に大体出るパターンの方が多いんですが、今回はある意味予想通りということで、火曜日の夜に決着は出ませんでした。これから私も数字を紹介しますし、それからそれの解説については望月先生に話していただくんですが、私の個人的な今の、気持ちとしては、この3日目になって、とりあえずその数字はさておき、これまで非常に噂されていた、例えば開票、投票所のでの妨害、選挙妨害があるとか、いろんな、それから郵送で送られたその投票の開票が非常に遅れるんじゃないかっていうような、いろんなことが心配されてまして、とりあえずその暴動とかそういうことがなかったっていうことと、それからその郵送されているその投票も、今回すごくその郵送での投票が増えてしまったので、コロナのためにすごく増えてしまったので、本当にもしかしたら数週間もかかるのかなっていう話もされていたんですが、各州の選挙管理委員会の方がやっぱりすごく頑張ったなっていうふうな印象を受けました。で、とりあえず、この3日か4日目ぐらいでかなりの形が見えてきてる結果になってます。結果になっているので、それはポジティブなニュースだったなと思ってます。それからもちろん投票率もすごく今回高くて、まだまだ最終的な結果は出てないんですけれども、おそらく66%ぐらいにはなるんじゃないか、もしかしたら60%の後半ぐらいになるんじゃないかなというような今予想が出ています。で、2016年、4年前の時はやっぱり60%ギリギリぐらいの投票率だったので、そういう意味では非常に投票、皆さんが投票した、
あの選挙だったと思います。これはポジティブな一応話で始めました。多分この後いろいろもう少し心配事とか出てくると思うんですが、それがまず第一の感想です。で、あの今のその数字、ニューヨークタイムズから取った数字を紹介いたしますけども、あの大統領選各州から、まあ、選挙人っていう人たちが、まあ、選ばれていて、その人たちが州ごとで、まあ、勝敗が決まった後に、その選挙人、各州の選挙人の人たちが最終的に12月にもう一回その州の人のその民を一応反映するという形で投票するという形になっています。で、その選挙人の、今人数なんですが、バイデン候補者の方が、253人、選挙人を獲得しています。で、トランプ大統領の方が今の時点では214人獲得しています。というわけで残りの選挙人は全部で71人、今のところまだ結果が出てない、結果が出てない州があるんで、71人の人数がまだどちらに行くかは分かっていない状況です。で、どちらにしてもその過半数、どちらかバイデンかトランプ大統領が、まあ、過半数を取れば勝ちっていうことになりますので、その過半数が、270という数字になっています。多分皆さんもすごく慣れてらっしゃると思うんで、ご存知だと思うんですけど、270です。それを見ると、今バイデンさんがあと17票、取れば勝ちということになっています。で、この映像はニューヨークタイムズからなんですけれども、英語でちょっと申し訳ないんですけれども、ブルーになった州が、ブルーの州、青い州がバイデンさんが取った州、赤い州がトランプ大統領、共和党のトランプ大統領が取った州。で、このまだ、白というか灰色っぽいところが今、結果待ちの州になっています。それから、この車線が、例えば青で車線が引いてある州はトランプさんが4年前分かったけれども、今回はバイデンさんが勝った、ひっくり返った州は車線になっています。で、この結果待ちの今州なんですが、ペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージア、アリゾナ、ネバダ、アラスカ、この州が今結果待ちで、これもニューヨークタイムズなんですが、ペンシルベニアの方が今 96% 開票してて、トランプ大統領が 49.2 ポイントで、バイデン候補者が 49.5 ポイントなんで、すごいギリギリなんですけども、バイデンさんの方が今ちょっと 上回っているということです。それからジョージアの方は、トランプ大統領が 49.3% で、バイデン候補者の方が 49.4%、 これも 0.1% でバイデンさんがちょっと上を行ってます。ノースカロライナはトランプ大統領が 50%、 バイデンさんが 48.6% なんで、おそらくトランプ大統領に行くんじゃないかと言われてます。アリゾナは、トランプ大統領が 48.7、 バイデンさんが 49.8、 だからややバイデンさんが上ですね。で、ネバダは 48% トランプ大統領が取っていて、バイデンさんが 49.8%、 1.8%、バイデンさんの方が上にいっているという形になっています。そんな感じで、アラスカはもう完璧に共和党の州なので、今すでに、トランプ大統領 60% ぐらい取っているので、もう ここは確実にトランプ大統領に行くと思われています。というわけで、ペンシルベニアとジョージアとアリゾナとネバダっていうのが今ちょっとバイデンさんの方がちょっとだけ上を行っている状況になっていまして、もちろんこの4州、ペンシルベニア州だけでも選挙人が20人いるんで、先ほどもちょっと言ったんですが、バイデンさんが17票取れば過半数を取るので、もしペンシルベニア州を今夜とか明日にでも取れれば、バイデンさんの勝利が発表になるということになるんですね。まあ、でも多分その開票は今夜中には出ないと思います。ペンシルベニア州が取れなかった場合でも、ジョージア、それからアリゾナ、ネバダが取れれば、バイデンさんギリギリで270。ジョージアの方が、選挙人が16人なので、ここでもジョージアがなんとか取れれば、あともう一つネバダとか取れれば、なんとかバイデンさんは、270の過半数を越して、まあ、勝てるということで、いくつかパターンがあるんですが、今の感じではおそらくバイデンさんが得票率で最終的に
そのまあ選挙人獲得数で最終的に勝つんじゃないかというふうに皆さん、まあ、あのそういう長こうそういう予想が今非常に、多くなってます。ただこの後いろいろもうトランプ大統領の方からその票の数えるのを止めるというようないろいろ裁判所に持っていく訴訟も起きているんで票を数えるのが止まっちゃう可能性もあるんでそこはまあだから 100% バイデンさんが勝つとはちょっとまだ言えない状況です。で得票数の方なんですけれどもその選挙人じゃなくて一般の人が全部の何人をが何人の人がバイデンさんに投票して何人の人がトランプさんに投票したかって数字で見ますとバイデンさんの方が今のところ7400万票集めてます。で今の得票率だと 50.5% になる。でトランプさんの方は、大体7000万票の投票を得てます。で これはもう両方とも数字が前回のまあ、2016年と比べるとすごくて、前回2016年の時はトランプ大統領は6300万票だったんですね。だから前回よりもトランプ大統領は票をしっかり増やしているという状況になっています。それから、4年前ヒラリー候補者は、6600万票ヒラリーさんの方がたくさん票を取ったんですけど6600万票だったんですね。だからいずれにせよ、まあ、ヒラリーさんと比べてもバイデン候補者の方が今かなりその投票したっていう数をで考えれば非常に良い成績を上げているということができます。でまあ、もう一つちょっと面白い映像をこうちょっと紹介しようとしたいと思うんですけれども、まあ、さっきもちょっとちらっと言ったんですけどおそらくバイデンさんが最終的に選挙人数それから得票数で両方で、まあ、勝つことになる今流れになってるんですがそうは言ってもそれは全然バイデンさんの、ね、圧勝ではまるでなくてそれから、まあ、そのよく言われるその民主党がすごい盛り返したとか民主党は青なんでブルーウェーブがやってきたとかそういう感じでは全くないことがこの映像を見ていただくと分かると思うんですけどこの矢印っていうのがこの青い矢印の方が民主党候補つまりバイデンさんに対するこの民主党候補に対する票が増えた場所なんですね。で、まあ、カリフォルニアとかコロラドとかそういうところが増えてるんですけども明らかに見えるんですけどもこの赤い方が、共和党の候補者つまりトランプ大統領に前回よりもちゃんと多く投票した場所っていう矢印なんですね。そうするとやっぱり赤い矢印も非常に目立っているしで青い矢印も、まあ、この固まっていわゆるまあ都会っていうかそういうところに青い矢印が目立っているっていう形で、まあ、ある意味そのまあ、もう本当に投票が終わってからすぐもういろんな人が言い出したんですけど、まあ、本当にアメリカは二分化してる2つに分かれてしまった選挙だったっていうふうな言い方をしています。ちょっと選挙の翌日に出てたワシントンポストのこれニュースペーパーワシントンポストの第一面なんですけどやっぱりこれがメッセージでした。ネーションディバイディドそういう2つに分かれてしまった国というようなメッセージが非常にこう伝わっています。じゃあここで1回、この全容は終わらせます。ありがとうございます。では今の状況についてですねどういった、まあ、ことがアメリカに起きてこういうことになっているのかとかですね今回の選挙の与える、まあ、国への影響とかですねいったところについてマイク望月さんの方からお願いいたします。皆さんおはようございます。ありがとうございます。まあまあ、大体 ND の, イベントでは、まあ、通訳をお願いして話してたんですが、まあ、今回オンラインで通訳なしで話す方がいいんじゃないかなというあれで、まあ、できるだけ日本語で話したいと思いますが、しかし最近ほとんど日本語を使う機会がないので日本語力がますますひどくなって聞きづらいと思いますができるだけ頑張って日本語で話を進めたいと思います。まあ私の方は
この大統領選挙のことについて、まあ、総括的にちょっと解説をして、まあ、もしかしたら芦田先生 の, あの話をちょっと付け加えるという感じになると思いますが、今回の大統領選挙は、まあ、よくアメリカでも言われていることは、これはアメリカの民主主義の試練、まあ、英語で言えば Test of American Democracy と、まあ、この1世紀に一度しか起こらない一つ の, テストで、そしてアメリカの民主主義の、まあ、危機まで落ち込むという、まあ、そういう予測も結構ありました。まあ、幸いにこの第一段階のこのテストをアメリカは多分乗り越えたと思います。まあ、大統領選挙の前から、まあ、よくこの共和党の方から投票の抑圧 の, 動きが出てるんじゃないかとか、そしてまたコロナの バイロスの問題でもし郵便投票ができないという状態になると、まあ、国民が投票できないというあれで、まあ、それで投票の抑圧に結果になるという心配があったんですが、幸いに芦田さんが話したように投票率が結構高くて多分 68% ぐらいの投票率になると思います。もしかしたら 70% まで上がる可能性もあるという話聞きました。です、これはね1900年1900の選挙以来一番高い投票率です。ですからそういう意味でアメリカの民主主義が機能していると言えると思います。でそしてこれだけ日本のアメリカの国民がこの選挙に関心があって投票したということ で、まあ、それは僕はすごく歓迎すべきことだと思います。そして選挙が行って今この集計作業に入ってるんですが、まあ、大体テレビを見てたらもうできるだけこの carefully にこの綿密的にこの集計作業をしてるという印象があって、ですからほとんどのアメリカの有権者は、まあ、これは割とフェアな選挙だという印象が与えてると思います。まあ、20年前のこの大統領選挙の時に、まあ、ブッシュとゴアが争ってたんですが、その時はいろいろ問題が出てきて、まあ、一つはボーティングマシーン、この投票するこの機械が壊れて、その票 の, 記録がなくなったとか、そして、まあ、フロリダでこのパンチカードのバレットを使って、それは読みにくいあれですごく争ったこともありました。まあ、今回は大体ほとんどの州はこのペーパーバレットに使用して、そしてこのスキャニングをやってますので、もし何か機械とかソフトウェアがうまくいかなかったら、このペーパーバレットが残ってますので、このきちんとしたリカウントも可能というあれで、ですからそういう意味で集計作業は2000年の大統領選挙と比べたらまあ、割とうまくいっていると思います。ですからそういう意味でこの第一段階のこの民主主義の試練といえばアメリカが無事に乗り越えたと思います。しかし、まあ、これから第二段階に入るんですが、芦田さんが指摘したようにもうトランプ大統領がいろいろこの陰謀説の話をツイートしたりプレスブリーフィングで話したり、そういうあれでトランプの支持層に対してこのもしトランプが負けたら
この、 結果のレジティマシーがないというようなまあ、宣伝する可能性が十分あるんですね。でそれでトランプを支持している有権者がすごく不満を感じて行動に移るという、まあ、その可能性もあります。ですからまあ、もちろん法廷の訴訟も出てくる可能性もありますが、まあ、トランプ陣営がかなりこの、まあ、不満が爆発をして、まあ、抗議デモとか暴動のところまで発展する可能性がないとは言えないと思います。ですから、まあ、それがもう第二段階でかなり心配するところがあります。そして、まあ総括的に考えれば第2のポイントは、まあ、ほとんどの人たちはこれは接戦選挙になるということを予測してたんですが、それにもかかわらずこれだけトランプの票が伸びたということはほとんどの人はね、まあ、ちょっと予測してた、してなかったんじゃないかなと思います。でそれは特に最初の第一名のテレビ討論の時にトランプ大統領の行動がね、非常に悪い印象を与えて、トランプを支持する人たちでも、まあ、ちょっと不愉快な反応があったみたいので、ですからその後結構世論調査とかまた評論家の話を聞きますと、ますますこのバイデン とトランプのギャップが広がって、バイデンの圧勝の説も出始めたんですね。まあそれは、まあ民主党陣営は、まあ、大体それに対して結構慎重に反応してたんですが、まあ、これは4年前の苦い経験がありますので、割と慎重に対応してたんですが、だけどまあ、コロナ の状況もますます悪くなりましたので、もしかしたらバイデンが圧勝するんじゃないかという、まあ、期待もあったと思います。で、まあ、僕もその期待してた一人だったんですね。で、まあ、友達といろいろ賭けをして、僕はバイデンが335 の選挙員の票を獲得するという予測を立てたんです。で、まあ、私が考えてたのはいわゆるラストベルトのミシガン、ウィスコンシンとペンシルベニアを取って、そして4年前の選挙で共和党に行った州もアリゾナ、フロリダ、ジョージア、でもしかしたらノースカロライナもテキサスも取れるんじゃないかという考えもあったんですが、まあ、ノースカロライナとテキサスは無理と思いましたので、まあ、せめてアリゾナ、フロリダとジョージアを取れるというあれ でそれで僕が335の選挙員の票を獲得するというあれで、しかしベイト・オーロークでテキサスで、まあ、私が育ってオパソ・テキサス出身の下院議員だったんですが、まあ、彼は結構テキサスもバイデンに行く可能性があるということで、結構強気な発言をしておりました、選挙の前に。まあ、まあ、今のところはもうもちろんテキサスが無理で、そしてノースカロライナのが無理ですが、アリゾナ、フロリダとジョージアがバイデンの方に行く可能性が十分あって、それで、まあ、306ですか、とか305の選挙員の票を取れるということになる。しかしこれだけトランプの票が伸びたということが非常に不思議に
あの皆さんが思うと思います。そして、まあ、私自身もそれをすごい驚いて、それをどういうふうに説明するかということになりますが、まあ、最初はご存知のようにアメリカのこのコロナウイルスの状況は非常にね悪くて、感染者がもう1000万人まで伸びて、そして昨日、まあ、これは11月の5日、まあ、アメリカの時間の5日になりますが、感染者が12万人まで増えたんですね。でもそれは日本から見れば考えられない数字だと思います。そして死者がもう24万人ぐらいいて、そして毎日に1000人以上コロナで亡くなってるんですね。ですからそういうこの状況でまあ、トランプ政権のコロナの対策が全く失敗したということ、まあ、常識の反応になると思いますが、アメリカではその常識が通用しないで、逆にこのコロナ問題が政治的に利用して、そしてそれで完全にアメリカの世論が分断したんですね。でバイデンの方は科学者とか医療の専門家の話を聞いて、できるだけ慎重に対応してマスクを使ってソーシャルディスタンシングをすべきだということを強調して、しかしトランプが完全に反対のことを言って、このバイルスに対してあんまりこの警戒しないで、経済とか学校ができるだけ早くオープンアップをしたり、そしてまた民主党系の知事をもう激しく批判してたんですね。でこれはね、まあ、誰もこのトランプの言うことを信じないんじゃないかなと僕は思ってたんですが、これがトランプ自身が COVID の感染してからかなり変わったと思います。でそして、まあ、最初はこのトランプがコロナで感染した時、それで、まあ、トランプが反省をして、もうちょっと、まあ、現実的にコロナに対応するんじゃないかって、まあ、私も期待してたんですが、彼が、まあ、ちょうど私が住んでる近所のウォルター・リー・メディカル・センターで治療を受けて、まあ、いろいろステロイドか薬をもらって回復するんですね。で回復して、彼がマリーンヘリコプター、マリーンワンでベテスダからホワイトハウスに戻って、そしてちょうど夕方頃だったんですが、ホワイトハウスに到着してから、彼が一人でマリーンワンのヘリコプターから降りて、そしてホワイトハウスとの階段を上って、バルコニーまで上がって、そしてその時このマリーンワンに対してこうやってスルッとしてマスクを取るんです。でそれでまあ、多分トランプの支持層が感動したと思います。トランプがこのコロナを感染したんですが、そのコロナに戦って勝ったんだって、私は強い大統領だって、だから皆さんがこのコロナに負けずに戦うべきだということを示して、でそれがね、もうトランプの支持層がすごく感激して、バイデンさんは割と弱腰でベースメントでこもってるっていう、まあ、そういうような宣伝をしたわけです。だから本当このコロナによってバイデン、トランプの支持率が下がるべきだけど、逆に上がったという結果になったと思います。そしてもう一つの要素があると思います。でこれは黒人に対する差別問題ですが、まあ、ご存知のように
この夏次か次悲劇な事件が起きて警察によって黒人 の、 青年とか殺されて、それでこの Black Lives Matter という活動が盛り上がって、そしてバイデン副大統領とか民主党はこれは制度的な人種差別だということで、そしてアメリカの過去の歴史に対しても反省すべきだということを強調してたんですが、トランプがそれを全く逆に取り上げて、これはね抗議デモをやってる人たちは本当この暴動を起こして、過激的な左翼的なやつたちがこの治安を崩してるという、そういうような宣伝をするんですね。でそれでこの Black Lives Matter によって、トランプがもっと強気になってきて、これは従来よく共和党の方が使うあれですが、 Law and Order の、 メッセージを宣伝をして、法と秩序ですね。法と秩序ですね。そう、法と秩序です。それでまたトランプの支持層がかなり盛り上がったと言えると思います。ですから民主党から見れば、このコロナとブラック・ライズ・マターによってトランプがの支持率が低下するということを考えてたんですが、逆になって、トランプの支持層がもっと固まって投票行くようになったと思います。で、第三のポイントって言ったら、これによってアメリカの分断がはっきりしてると思います。そしてこのバイデンが選挙を勝っても、この英語で言えばイレクトロのマンデートがないということになると思います。ですからあと芦澤さんが話すと思いますが、この議会の選挙の結果では上院の方が共和党が過半数を維持する可能性が十分あるんですね。で本当だったらこれだけアメリカがこの危機に落ちてる状況では、本当だったら選挙で新しいマンデートを作るべきだと思います。ですから過去の1932年の大統領選挙を振り返ってみれば、それはちょうど大不況の後の選挙だったんですが、フーバー大統領が大不況にうまく対応しなかったから、それでFDR が圧勝して、ロズベルトが圧勝して、400ぐらいの選挙員のエレクトロボートを獲得して、そして上院も下院も民主党が過半数を取るんですね。でそれによってロズベルト大統領がいわゆるニューディールポリシーを追求することができたんです。はっきりとマンデートがありましたので。だけど今回はバイデンがもし勝ってもそのマンデートが全然ないということ で、それが非常にこれからアメリカの政治状況がますます難しくなると思います。ちょっと時間がなくなりましたので、第4のポイントは簡単に説明すると、よくアメリカではこの民主党側がこのアイデンティティポリティクスを強調しているというような話があるんですが、それは人種とかジェンダーとか宗教とかエスニックバックグラウンド、それでできるだけアメリカをディバーシティを守るというあれ で、それに対するこのトランプ陣営はこのホワイトスプレマシー
の考えを強調しているって、それをよく民主党側からトランプを批判してるんですが、僕はね、この選挙によってこの民主党的なこのアイデンティティポリティクスの限界がはっきり証明されたと思います。もう基本的にはこのアイデンティティポリティクスよりもこの経済的なイシューの方がもっと重要だということで、でそれなぜ民主党ワーキングクラスのワイトアメリカンズがなぜ民主党離れをしたのかということになると、これは民主党政治がそういうこのワーキングクラスの利益をあんまり考えないということ でそして、そのためにこのトランプの現象とかバーニー・サンダースの現象が出てきたと思います。そしてこの、フロリダとかテキサスの票を見れば、ヒスパニックの票が結構トランプに行くんですね。でもしデモクラッツのアイデンティティポリティクスでアメリカ政治を理解するんだったら、ヒスパニックの票はデモクラッツに行くはずだけど、フロリダではキューバンアメリカンとかベネズエラアメリカンはそういうこのアイデンティティポリティクスよりもイデオロギー的な政治で票を入れたということで、それはトランプが宣伝するこの民主党はこの社会主義的共産主義的な発想があるんだって、でそれでヒスパニックの票を集めたということで、ですからどれだけトランプがこのワイトスプレマシーっていうように批判しても皮肉みたいですが、今までの大統領候補の中で、共和党の候補でマノリティの票が一番獲得した共和党の大統領候補はトランプです。だから、これが予想外と思います。で、最後のことですが、これはこれから第三段階で一番のアメリカの民主主義の試練になりますが、これはガバナンスの問題です。そしてバイデンさんはできるだけアメリカを統一したいということを強調しております。しかしこの接戦の選挙の結果で、アメリカがこれだけ分断するしてるということは、この妥協の政治を実践するということはかなり難しいと思います。でそれはなぜ難しいかって言えば、バイデン大統領は一方共和党の野党を気にして妥協をしなければいけないかもしれません。しかし民主党の中でも分断してるんですね。穏健派と進歩派の民主党のあれで、そして進歩派の民主党はバイデン副大統領に対してあんまり評価してなかったんですが、トランプを倒さなければいけないから第一段階ではトランプをディフィートして、だけど第二段階ではできるだけ民主党政権の政策を進歩的な方向に押していくという、そういう狙いで医療制度とか社会保障政策とかガンコントロールとか環境政策とか、そういう面ではバイデン大統領にかなり圧力をかけると思います。ですから、バイデンが一番難しいことは左側から圧力があって、そしてまた右の共和党の野党とも妥協しなければいけないということで、ガバナンスがこれから
かなり難しくなるんじゃないかなと思います。最初の話は、この辺で終わらさせて、議会のことについて芦澤さんにお願いしたいと思います。はい、じゃあ芦澤さんよろしくお願いいたします。じゃあさっき の続きでパワー法を使ってちょっと議会のお話もします。先ほど の望月先生が、おそらくちょっと1ページ先に戻りますね。望月先生がそのペンシルベニアの、ジョージア、アリゾナ、ネバダを取ると306議席に6の選挙人数をバイデンさんが獲得するだろうとおっしゃってまして、その306っていう数字は、4年前にトランプ大統領が取った数と本当に同じになるんですね。だからそういう意味ですごく象徴、もし、この今リードしているペンシルベニア、ジョージア、アリゾナ、ネバダ全部取れたら全く同じトランプ大統領が取った選挙人数と全く同じになるという面白い今展開になっています。それだけちょっと追加しました。で、上院議員の方に移りますね。で、これも もうあまり、ね、時間に気をつけなくちゃいけないんでささっと行きたいと思いますけど、これもニューヨークタイムズの方から取った情報なんですけれども、上院の方は、選挙前全部で100議員いるんですけど、選挙前は共和党が53議席で民主党が47議席だったので、共和党の、共和党がマジョリティを持っている、上院でした。で、今回、35席、そのうちの共和党の議員さんの議席が23、それから民主党の議員さんの、議席が12議席、この合計で35議席の場所が、選挙になりました。で、現在の時点でどうなっているかと言いますと、この映像を見ていただくと分かるんですけど、これが35議席のところで、赤のところが共和党が勝って、青のところが、民主党の方が勝って、それからこの斜線になっているところはもともと共和党だったんですけど、民主党が勝った、議席、それからこの赤い斜線の方はもともとは、民主党の議席だったんですけれども、共和党の議員が今回だからひっくり返したということになっています。で、特にその面白いというか、話題になった議員さんとしては、このアリゾナのこの、共和党の議席をひっくり返した、民主党の、新しい議員さん、ケリーさんという人が、当確してるんですけど、もともと宇宙飛行士だった人で、アリゾナはもちろんバイデン大統領の選挙人のところでも今非常に注目で、多分バイデンさん勝つと思われてるんですけど、そういうことでアリゾナの方は上院議員もこれで取ることができています。だからちょっとその意味で非常にここは注目されていました。で、現在のところですが、共和党が48議席取ってます。それから民主党も48議席取ってるんで、今同じ状況になっていて、で、確定してないのが4議席ですね。だからどっちも2席取ったら、50-50 でイーブンになっちゃって、で、その場合は大統領がいる、党 の, 副大統領が1票入れることができるんで、バイデン50-50になった場合は、バイデンさんが勝てば民主党の上院になるし、トランプさんがもう1回勝てば共和党の上院議員になることになっています。で、この灰色の灰色というか白いところですね。白いところが、まだ、決まっていないところで、特にその、あともう一つごめんなさい、ちょっと隠れちゃってるんですけど、アラスカも決まってないんですね。で、アラスカとノースカロライナは、バイデンさんの場合と同じで、おそらく、共和党の上院議員が勝つだろうと。アラスカの方は確実に、共和党の上院議員が勝って、それからノースカロライナの方はおそらくギリギリで、共和党の上院議員が勝つと思われています。だからこの2つはおそらく共和党の方に行くと、ちょっと50になっちゃうんですね。で、このジョージアが今2つあるんですけど、1つのスペシャル特別選挙をやっていて、だから普通は1州で1議席なんですけど、今回だけは特別にジョージアから2議席が選挙の対象になっているんですが、実は両方ともすごくギリギリで、結局これはジョージア州の法律なんですけれども、両方候補者が誰も 50% 以上いかなかったので、
どうあのもう自動的にもう一回、決勝投票をやることになってます。1月になるとジョージアでこの 2つの、あの議席が決勝投票になります。で今のところ両方とも共和党の方がほんのこっちの方は共和党の方が勝ってて、スペシャルの方は実は、民主党の方がちょっと有利になっている状況です。ちょっと映像だけ見せますね。この2セットの、選挙が1月に、起こることになっています。あの別にこれ大学の授業じゃないんですけど、どっちの人が民主党議員の人かってゲスできあの分かりますかっていう質問をちょっとしあの別に答えなくていいんですけど、どっちが民主党かなっていうふうに思われるかなと思うんですけど、民主党の側の議員は左側の方です。両方ともこっちの人が民主党の議員で、この人が共和党の現職の方ですね。でこちらも、この特別あの補欠選の方はこちらの人が民主党で、こちらの人が共和党の議員になります。だからここの場合はもう1月にならないとこの上院 このバランスがどうなるかっていうのは分からない状況になっています。でもちろんその バイデンさん側から見れば、やはり自分が大統領になって上院が民主党じゃないということは非常に望月先生もおっしゃってたんですけれども、これからのガバナンスの経営に非常にあの困難を生じることになるので、まあ、これから上院あのこの2つの議席をあの巡って、多分民主党側も共和党側もすごいまたこの選挙に対するお金を集めを始めて1月を目指すことになっています。今日あの民主党側からの人が聞いたら、すでにもうこの人の応援のためにあのファンドレイジングをしようっていう話が、回ってきています。この人はジョン・オソフさんという方で、これが上院の今の状況です。だから本当に今あのネックネックになっている状況です。で次が下院です。下院の方は、毎年あの 2年に1回もう総入れ替えやるんですが、全部で435議席ですね。で選挙前は民主党が232議席あって、共和党が198あったので、かなり民主党があのこう余裕のある過半数を取っていました。で今のところその全部まだ開票してないんですけれども、民主党が213議席取っています。それから、で3議席あのもう共和党だった席を民主党側にひっくり返しています。フリップというのはあのひっくり返している状況です。で同時に共和党の方が今の時点で194議席取っていて、そのうち8議席も民主党側から共和党にひっくり返しています。映像で見ていただくと、この例えばあの赤の斜線のところがもともとは民主党だった議席が共和党に変わってますね。だから割とその共和党に変わった方がかなり目立つ形になっています。民主党に変わったやつをちょっと探すのが大変なんですけど、ここのフロリダかどこにあったと思うんですけど、今そういう状況になっています。で未確定なのがまだ決まってないあの場所が28議席ありまして、ニューヨークタイムズのこの、まあ、選挙予想を今の時点での予想を見ていると、この28のうちの8議席が民主党側の候補がリードしているということになっています。で20議席の方が共和党 あの候補者の方が、まあ、リードしているということなんですね。そうするともしその8議席、まあ、民主党が今のこの流れで取れれば、民主党の、議席は222になるということになりますね。だからそうすると、過半数はあの越せることになります。過半数は218なので無事に越せることになります。でもどう考えてもこの2018年の時の232にまであの取ることはほとんど無理だというふうに思われています。だからあのまた望月先生がおっしゃったんですけども、下院でもやはり民主党のこう優勢が、ちょっと今なくなってきている状況ですね。おそらくあの、まあ、あの過半数は取れると思う。で会員の最後にちょっとだけポイントを、注目ポイントを、これもあの望月先生が言っていたお話とちょっとあの関係してくるんですが、注目ポイントとしては、民主党の中にその いわゆるプログレッシブ系の議員さんっていうのがいて、
日本 の, 議員さんの方で民主党のプログレッシブ議員さんと方 の, この携帯を作ろう提携をしようということ動きが今年あったと思うんですけれども、それでちょっとこのポイントを選んだんですけれども、2018年にはこ の, いわゆるプログレッシブ系だから本当の中道の民主党よりはかなりそのリベラルというか特に社会政策それからまあ外交政策にしても非常にこの進んだというかもっと人のことを考えるようなそういうような政策を進める人たちが多くて、もちろんその代表になって代表というか、ね、その顔的な立場の人がそのニューヨークの2018年に議員になったアレクサンドラ・オカシオ・コルテス議員なんですけれども、そのバーニー・サンダース皆さん日本でも有名な上院の方 の, バーニー・サンダース議員が、まあ、名誉会長プログレッシブ議員連盟の名誉会長をしている形です、ね、まあ、会員の方の議員がたくさんこの入っていまして、今この選挙の前まででもう95人入ったんですね。で2018年に比べて17人も増えているということで、この2年間はというか4年間ぐらいはこのプログレッシブ系のこう勢いがすごく強くて、どんどんこれからその声が民主党の中で大きくなっていくんじゃないかというふうに、まあ言われて言う人もいたんですね。ただ蓋を開けてみたらここ の, グループの停滞が、まあ、やっぱりちょっと目につく形になりました。すでにいわゆるこのプログレッシブ議員連盟に入っていた人は一人はもうすでに落ちています。だからもう一人の人も今ギリギリのところでちょっと多分共和党の方に行きそうに、まだ選挙結果出てないんですけども、共和党の人の方が勝っちゃいそうな状況になってますね。別にすごく劇的に減ったわけじゃないんですけど、これまでの勢いはなくなってきたっていうのが一つあります。でそれに伴っていわゆるそのもう少し主流派っていうんですか、中道モデレートのそのリベラル民主党系の人たちとのテンションが高まるんじゃないかと思われています。これも望月先生がおっしゃってたんですけど、例えばもうちょっとちっちゃなエピソードなんですけど、昨日の夜に民主党の議員の中での、まあ、ズームのミーティングがあって、で下院議員さんの中のズームミーティングがあって、一応ちょっと反省選挙の反省をするっていうミーティングがあって、内部のミーティングがあって、その時にいわゆる中道派の新人議員さんでバージニア州の方なんですけど、まだ彼女確定が決まってない、女性の方で確定が決まってないんですけど、彼女とかその今ちょっと苦しくなっている民主党の議員の人たちが、もうこのプログレッシブ議員に対して、もちろんこれオフレコなんですけどね、うちわでもうすごい攻撃的に、あなたたちのせいで勝てなかったんだ。あなたたちが、このあなたたちのいわゆるテーマを押しちゃったために、民主党の今回の選挙政策は失敗したんだっていうような、こう、大きな言い合いをしていて、本当はそれが、オフレコで出るはずがないのに、誰かがその声を漏らしてしまって、今やね、ちょっといろいろ出回ってしまっている状況になっているので、そういう意味では多分その声を、非難の声を出した人はプログレッシブ側の人たちが出したと思うので、そういう意味でもちょっとちっちゃなエピソードなんですけども、非常に緊張状態っていうか、ちょっと敵対状態というか、そういうことが高まっていると思います。で望月先生がおっしゃったように、それをやっぱりこの会員の議長がどういうふうにまとめていくのか、ナンシー・ペロシがどういうふうにまとめていくのか、それからバイデン大統領、もし大統領になったらバイデン大統領がどういうふうにまとめていくかというと、非常にこれから苦労の、苦労の後に何か素晴らしいクリエイティブなことが起きるんだと思うんですけれども、非常に緊張状態が続くようなことに しばらくなりそうです。でもう一つの注目ポイントは共和党側なんですけど、実は面白くて、共和党の女性議員が今回、非常に躍進しています。まあ、ただそうは言っても、その始まりのベースラインが非常に少なくて、低くて、共和党というのはやはり女性議員が伝統的に、まあ、これまで少ないところで、例えば民主党はもうすでに88人も女性 の議員さん、下院議員がいたんですけど、共和党の方は、前回の2018年の時は13人しか女性議員がいなかったんですね。それがまあ23人に当選したということで、一応共和党も
少しダイバーシティをこう一応議員セレクションするときに、まあ、あの増やそうとしてるのかなとかあのいう言い方をする人もいます。それからあの望月先生がおっしゃってたようにもしかしたらそういうふうにあの いろいろ、ね、人種も超えてこれまで その白くて、まあ、男性が多いってそういうような顔ぶれから変えようという努力を共和党側もしてるんじゃないかっていうことがここで見出されます。それで、まあ、そのおかげで、まあ、23人女性議員が選ばれております。その女性の人たちがどのような政策をしているかっていうのは私もあのちゃんと調べてないんですけど、ただその州、まあ、その議員さんたちが立候補者州を見てるとやっぱり 南部のいわゆるもちろん共和党が強い州の方が多いんで、そうなるとやっぱりその共和党の持っているいろいろ政策に一応賛同してで多分立ってると思うんで、ある程度はやっぱり保守的なあのいわゆる民主党の女性議員とは大違いな人たちが多いんじゃないかと思います。で、その中の一人が、これもちょっとこっちでは話題になってるんですけども、Q アノン。あの、日本でも多分ちょっと少しは報道されてると思うんですけど、非常にそのちょっと宗教がかった、まあ、組織が Q アノンというのがありまして、まあ、Q アノンの人たちっていうのは本当にもうトランプ大統領のことを神様のようにトランプがもう世界を助けてくれるというあの言い方をしている人たちで、でも本当に陰謀説とか、まあ、いろいろなあのこちらでは普通では信じられないような話を、まあ、こう中心にこう集まる人あのグループなんですけど、この Q アノンをもう公で支持している女性議員なんですね。このマジョリー・グリーンさんという人が、この人も今ね注目されているジョージア州なんですけど、彼女も堂々と今回、正式な議員になりました。というわけで、とうとう Q アノン支持者が、で、最初の人が、あの、アメリカの議会の、ちゃんと会員ですけども、もうね、連邦議会の一員になったということで、まあ、あの、話題にもなり、それから非常に心配、まあ、今後のアメリカを考えると、やっぱり非常に、あの、ある意味、ちょっと心配される、懸念される状況が起きています。これが彼女の写真なんですけど、まあ、見ていただくと分かるように、こういう銃も堂々と持っている形で、あのまあ、まだねあの いろいろこれをどういうふうにダイジェストしていいのか分かんないんですけれども、こういう状況をちょっとつまみ出してみましたというわけで、ちょっとこちら終わります。はい、ありがとうございました。あの上院と下院 あの話があったんですけれども、まあ、下院は民主党が、まあ、多数党ギリギリ占めそうだという話なんですが、まあ、上院が厳しそうと。でそのアメリカの場合ね、上院がものすごく日本の参院と衆議院の違い以上に、まあ、権限が強くて、あの上院の方が認めなければバイデンさんが各政権の中 その高官を全部任命を大統領としてして、まあ、政権交代で人を全部入れ替えるわけですから、官僚を全部上の方入れ替えるわけですけど、その指名とかですね、まあ、大使の指名だとか あるいはもうみんな忘れてますけど、トランプ大統領はついこの前あの弾劾訴追をされているんですけれども、上院が共和党は占めていたので弾劾訴追の後そのまま罷免ということにはならないでクリアになったという、あの、まあ、もう忘れ去られるぐらい昔の話についこの前ですけどなっているぐらい、まあ、なっているのは、まあ、当然上院が共和党を占めていたからというのもあるので、まあ、上院がねじれてしまうというのはすごくバイデンさんにとってはやりにくいのかなというふうにも思うんですけれども、したいと思います。ではあのマイクさん、今の議会の振り返りをグニコさんがしてくださったのに続いてその分析をお願いできればというふうに思います。よろしくお願いします。はい、まあまあ分析っていうあれで、まあ そんなに あの付け加えることはあのないと思います。あのまあ芦澤さんの説明が非常にあのまあリッチで良かったと思いますので、まあまあ一つ付け加えるとすれば、あのまあこういう あの結果によって、あのトランプが負けても、あのこのトランピズムが生き残るということがはっきりしてると思います。ですから下院でも上院でもこのトランピズムに反する政策を取るという共和党の議員が出てきたら、次の中間選挙の時に対立候補を出して、その共和党の議員を落とすという、そういうような動きも
出てくる可能性が十分あるんですね。ですから、まあ、共和党が今回下院で過半数を取れなかったんですが、それはなぜ過半数を取れなかったかということで、まあ、反省すべきことがあると思いますが、逆にこれはトランプでも支持した方が選挙では強いんじゃないかなという、そういうような解釈も出てくる可能性があって、だからまあ、議会運営がかなり難しくなる可能性が十分あると思います。ですから共和党の方が簡単に民主党と妥協することは非常に難しいと思います。ですから民主党側ではこの進歩派の議員からの圧力があって、で共和党の方からこのトランプの考えを支持する人たちの圧力があって、まあ、これはもうティーパーティーの延長線というようなあれで、ですから それがこの共和党の議員がすごく恐れて民主党と妥協しないという可能性が十分出てくると思います。その程度で大丈夫ですか？はいはい。そしたらですね、ちょっとだけですけれども質問が来ていますので、そちらについてお伺いを皆様がチャットで寄せてくださった質問について答えをお願いできればと思うんですが、今のそのトランプイズムが残って、今社会が分断をされていくのはバイデンが勝ってもそのまま続くんではないかというような、まあ、ことを、まあ、皆さんが多分アメリカの方でも思っておられると思うんですけれども、まあ、今後のアメリカがですね、そういった、まあ、差別分断の社会として、まあ、続いていくんだろうか、それとも、まあ、バイデンさんになった上でそれが若干の改善に向かってですね、何か手を打てるのかっていうのは、その辺はどういう議論がアメリカではされてますでしょうか。マイクさんに伺いましょうか。そうですね、まあまあ、改善するということは、まあ、ほとんどの人は期待していると思います。そして、まあ、人格化すれば、まあ、バイデンさんが、まあ、すごく穏健な人で、そしてまた共和党とのつながりも結構ありますので、まあ、そういう意味でこの、まあ、改善して、まあ、徐々にこのアメリカの分断のあれが解消するという行動を取ると思います。だけどそれがね、どれだけ進むかよくわからないんですね。ですからこれが今のところがまだわからないのは、このコロナがどれだけ解消できるかということ でこれがね、うまくいかなかったらアメリカの経済がかなり打撃を受ける可能性があるんですね。でそうなりますと、ますますこの激しい経済的な対立が出てくる可能性があると思います、うん、ありがとうございました。あと質問でいっぱいいただいているのはですね、まあ、やっぱりトランプさんが伸ばしたということについてのこう、まあ、世論調査がなんでこんなに当たらないんだろうと、まあ、最終的に数では当たるのかもしれないんですけれども、これだけまあ票が伸びたということへの驚きみたいな質問を寄せてくださっている方が会場から多いんですけれども、まあ、少しご説明をいただいたんですが、なぜそれは世論調査で見えてこないのか、また、まあ、もし触れておられない理由でトランプ氏の支持者が4年前の、ね、たまたま、まあ、新しく出てきた人にかけてみようという一票なら、私も4年間を見た上でこれは素晴らしいから一票投じようなのか、まあ、しょうがないバイデンよりマシだからかわからないんですけど、まあ、そういうことになったのか、ちょっともし触れてない点であればお二方それぞれ一言ずつお願いできればと思いますが、じゃあ、ミコさんからしましょうか。はい。4年前にトランプに誰にも投票しなくて、で今回トランプさんに投票した人って結構いるっていうことが今データで出ていて、そういうわけなんで、そこはやはり両方とも共和党側も民主党側も結構びっくりしてる状態なんですね。で、なんでこんなにトランプさんがまた今回もよくやったかっていう説明で、望月先生がいろいろいっぱいちゃんと要素を押さえてくださったんですけど、私、家族とかにも
いるんで分かるんですけど、やっぱり4年だと、まあ、アメリカ の, あ の, その選大統領のタームとして4年だともう一回ぐらいチャンスを与えてもいいんじゃないかっていうふうに思う人がやっぱりかなりまだ実はいるんじゃないかなと。あとはその 4年やっていてダメだったっていう時に自分が、まあ、ダメな候補を応援しちゃったっていうのを認めるのが悔しいっていう、そういう、まあ、もう本当に理性的というよりは感情面で非常になんか今回、まあ、感情面でその投票する人っていうのがやはりすごく多いんだなっていう印象を受けました。で、まあ、それはねその民主党側の人たちの結構、まあ、理論とか理性的に投票するんですけど、そうじゃない人たちがたくさんいるっていうことで多分民主党側の方からも、まあ、理解ができないようなこうトランプさんをこう支持する人たちっていうの の行動様式っていうのが出てきたと思います、うん、それでその世論調査に関しては4年前にもちろんその世論調査 4年前も非常に、まあ、本当世論調査の、調査会社が、まあ、一番敗北したみたいな言い方されてたんで、一応4年間かなりそのいろいろその調査する時 そのモデルとかフォーマットとかを、まあ、改善したとは言ってるんですね。4年前はやはりその、まあ、アクセスの問題もあって、いわゆるその白人の男性 その学歴が大学の学歴を持ってない人たちっていうそのサンプルが非常に他と比較して少なかったってことがもう4年前に分かってるんで、それを、まあ、かなりその人たちのサンプルを増やそうというふうな努力はしてたっていうふうに、ね、世論調査言ってるんですけど、でもそれでもやっぱり例えばフロリダとかその特にその、まあ、サウスキャロライナとか、うん、その一部の地域でやっぱり それでもそのモデリングがやっぱりまだうまくできてなかったっていうふうにこう比較の問題でこう今ちょっと反省点が出てきてる状況です。で、まあ、当たっている比較的当たっているところもあるんで、まあ、その場所によってのそのモデリングの人が着方が違うんだろうなっていうことと、またあとはよく言われるのがその、まあ、隠れトランプで、まあ 答えなかった人もいるんじゃないかな。だからそういうためにはやっぱり質問 の出し方を変えなくちゃいけないのに、そこは そこまで詳しくやっていなかったんじゃないかという批判が上がってます。で、最後にそのなんでそのトランプさんが今後もっていうのの一つで、やっぱりメディアっていうんですか、その情報の得方 この違いっていうのがすごく大きいなと思います。で、それはね、情報の出し方とか取り方っていうのはこれからすぐ変わるわけじゃないんで、それも考えるとやはりこの分断化っていうのはそう簡単には解消されないと思います。こちらでこの、まあ、ワシントン DC でいろいろニュース見てても、やっぱり FOX ニュースを見て、でそれからCNN とか MSNBC を見ると、やっぱりその同じ日の同じニュースでも扱い方が全くそのフレームの仕方が全く違うん でだから多分FOX ニュースを見てる人たちにとっては、別にそんなにトランプが大変なこと問題な政策をやってるっていうね、多分あまり思ってないと思うんですね。で、先ほど望月先生がおっしゃった、例えばトランプ大統領が病院から、まあ、入院が終わって病院から出てきて、でホワイトハウスに来て、でヘリコプターから降りて、で、まあ、階段を自分で上がってマスクをっていうとこあるんですけど、 CNN とか MSNBC はそのマスク取った後にこうトランプの顔をすごい遠くからなんですけどアップして、そうするとトランプ大統領やっぱり無理してるからもうすごいゼーゼーした苦しそうな息でこう立ってるわけですよ。それをちゃんと MSNBC と CNN で見せるんだけども、やっぱり FOX ニュースの方はそういうのは見せないんで、そういうように本当に情報を受けてる情報が本当にもうあるグループとあるグループで非常に完全に違うなっていうのは感じました。だからそれをどうやってこれから乗り越えていくかっていうのは、別にバイデン大統領が何かやろうとしてすぐできる問題じゃないので、面々とこれからも続くと思います。で、一つその バイデン大統領 その、まあどうやって、まあね、トランプボタンの方 この、ね、人たちの気持ちを持ってくるか、まあ、この分かれてる国をどうやって一つにするかっていうので、やっぱりバイデン大統領がやろうとしているのは経済政策が大きいと思うんですね。で、その税制の問題、その税制をもう少し、ね、
こううまく分配して、まあ、だからいわゆるその高収入の人たちに、まあ、税を高くして、それから企業にも税を高くしてっていうことをやろうとしてるんですけど、あと教育問題なんかもやろうとしてるんですけど、さっきの話に戻って、やっぱり上院と下院の方の、まあ、議会の協力が得られなければ、そういうやりたい政策もなかなか実現できないと思うんですね。だから、まあ、あの今回たとえ、まあ、このままいってバイデン大統領が勝ったとしても、非常に苦しい、まあ、あの苦しいというか、こういった分断化の状況は続き、まあ、いろいろな、まあ、第二のトランプか、またトランプさんが4年後に戻ってくるとか、そういう可能性もあるかもしれないので、その状況はあの みんな覚悟して続けるつもりです。なるほど、また戻ってくる可能性もあるわけ。そうそう、なるほど。マイクさん、何か付け加えること今のところでありますか？トランプさんの支持がなぜこんなに多いか、世論調査がなぜその世論調査のこう意味をなしてないのか。そうですね、まああの、まあ、世論調査やってる人たちはあの、まあ、この結果はこの margin of error の中に入ってるんだってあの、うん、弁明してるんですね。あの、まあ、言い訳みたいですが、だからそんなに間違ってなかったんだっていうことにあの、まあ、反論してるんですが、あのもう一つはあの、まあ、説明がまあ、するとすれば、あの、まあ、世論調査するときに非常にこの科学的にこのサンプルを作って調査するというあの仕組みになってると思いますが、あの大体当たってる世論調査はこのその地元をよく知ってる人たちがあの実践した調査ですね。だからそれでその地元のこのバイアスのあれをうまく把握して、それを調整をしたらこのトランプの票がこれだけがあるっていうあの結果が出てくるんですね。だけどそういうあんまり地元の詳しくない世論調査は、そういうあのこのバイアスをうまくあの調整しないでやってるので、あの違う結果が出てきて、そして大体新聞で報道されてるあれは、いろいろな世論調査をあの集めて、そのアベレージを取って出すんですね。だけど、この当たってる調査もあるわけです。それは大体この地元をすごく詳しい人が、実践したあの調査だと思います。だからそれがね、あの非常に難しいところだと思います。ありがとうございます、では11時を15分も回っているので、いただいた質問でもし可能であれば、また第2部の方でもまた織り交ぜて伺っていこうと思うので、今まで国内のアメリカの様子について解説をいただいたんですが、第2部として、外交政策あるいは日本に与える影響というところで、お二人にまた引き続きお話を伺っていこうというふうに 思います。まずあれですかね、邦子さんの方からパワーポイント使ってご説明を簡単にいただけますか。はい。じゃあちょっと一応もうサルタさんの方からも言われたんで、トランプ政権というのは考えないで、バイデン政権の、まあ、外交ということで、進めていきますね。まあ、難しいですけど、両方、まあ、トランプさんの場合はね、今まで4年間見てますから、まあ、続くのかなと。まあまあ、なったらなったで、まあ、そんなことがお二人の前でなったらなったなんて簡単に言えませんけど、なったら、まあ、その4年間の延長かなと。で、まあ、何か新しく起きるとするとバイデンさんということで、まずはちょっとバイデンさんの方でいただければと思います。じゃあちょっと情報として、バイデンさん その、政権、まあ、いわゆる政権移行チームっていうの、まあ、外交関係の政権移行チームっていうのをちょっとご紹介したいと思います。そうすると、まあ、どんな人がどんなことを考えている人かっていうのが分かるの で、バイデンさんが、まあ、そのプライマリーで選ばれてから、ちゃんと民主党の 大統領候補になった時に、まあ、こう政権移行チームっていうか、まあ、チームができるんですね。で、そこに、まあ、で特に外交関係に強い人っていうのはこの2人いて、トニー・ブリンケンっていう、まあ、元国務副長官をやっていて、それからその前は、バイデン副大統領の時に、バイデンさんが副大統領の時にバイデンさんの安全保障補佐官をやってね。で、すごく議会にも強い人で、まあ、この人が、で、外交にも非常に、まあ、一応、
知識がある人なので、この方がかなりバイデンさんのこれまでの外交政策のサポートをしていたという人、それからこのちょっと比較的若めの人がジェイク・サリバンという人で、この人も大統領、バイデン副大統領の国家安全保障補佐官をトニー・ブリンケンさんの後にやっていた人 でヒラリー・クリントンの2016年の選挙の時も選挙の方のチームにもいましたし、それから国務省でもシニアアドバイザー、ヒラリー・クリントンに対するシニアアドバイザーの形でいました。この2人が今のところそのバイデン政権移行チームの外交関係の昔からずっと前からバイデンさんと一緒にいるということで中枢になっています。でその人にこの2人に加えて、スーザン・ライス、この方は多分皆さんも顔なじみだと思うと思うんですけど、そのオバマ大統領の時の大統領補佐官ですね、国家安全保障大統領補佐官だった人で、彼女が、まだ毎年9月に彼女はこの政権移行チームに入っています。で、まあ、一時はその副大統領候補にも名前が挙がっていたので、彼女がやっぱりもう今いろんな形でもバイデンさんの応援のいろいろオフエードを書いたり、もうテレビでもインタビューで盛んに答えてるんで、彼女も、まあ、もしバイデン大統領がバイデンさんが勝てば外交関係のかなり重職に就くんじゃないかと思っていました。この3人が、まあ、何かの形でいわゆる国務長官とか、それから国家安全保障の大統領補佐官、NSC とかそういうふうな形で入ると思われています。で、この3人に加えて、今名前がその、まあ、バイデン大統領になった場合に、まあ、セクレタリー・オブ・ステートになるんじゃないかというふうに名前が挙がっている人が、一人がクリストファー・クーンズという上院議員で、デラウェア州の上院議員なんです。で彼はバイデンさんが副大統領になった時にその議員席が空いたんで、この方が、まあ、上院に立って、でそれから、まあ、ずっと上院で比較的外交関係の得意な人ということで、外交関係とあとそれから、まあ、法律関係が得意ということで割と注目されている人です。でもう一人がこのクリス・マーフィーという上院議員で、コネチカット州の上院議員、彼も、ずっと、上院の方の、外交委員会で活躍しています。クリストファー・クーンズも、上院議員会の、外交委員会でも活躍していますね。あとジュディシャルコミッティで活躍しています。でこの2人が今上がっていて、先ほど の望月先生がおっしゃったように、もしもその上院が民主党になれば、民主党になれば共和党になればということで、こういう人たち の国務長官のアポイントメントも非常にその影響を受けると思うんですね。というのは国務長官になるにはやっぱり議員の承認、議会の承認を受けなくちゃいけないので、彼らがどのようにいわゆる共和党側に受けるか、まあ、民主党側に受けるかということが大きな一つの目安になってくると思います。でもし共和党が上院議員を取った場合は、おそらくスーザン・ライスとかクリス・マーヒー上院議員はダメだと思うっていうのが今のところこうよくいるワシントン DC の外交関係の人の言い方で、なぜかというと、まあ、クリス・マーヒーは非常にある意味かなりリベラルな人なんですね。その真ん中よりもちょっと割ともっと軍事活動をかなり批判したりとか、バーニー・サンダースとかとも一緒になってこの外国関係の問題を言ったりするので、かなりリベラルに見られてるんで、彼がもしも推薦されたら多分共和党の方は、ノーを出すだろう。でスーザン・ライスもいろいろなこれまでの歴史があって、オバマ大統領の時の歴史があって、共和党の議員から非常に好ましく思われてない、嫌われてる人なんで、そうなるともし共和党の上院議会になった場合は、まあ、もう少し穏健派のクリストファー・クーンズとか、それからトニー・ブリンケンが国務長官になる可能、まあ、推薦される可能性が強いんじゃないかと言われています。国家安全保障の、ね、補佐官の方はその上院の、まあ、承認がいらないので、そうすると、まあ、そういう組み合わせがいろいろできると思います。
で ちなみにクリストファー・クーンズの方は、フォーリン・レーションズ・コミッティにいたんですけど、基本的にはアフリカとか中東とか強い人で、それから、まあ、あの開発とかこっちにも強いので、あの、まあ、中道穏健派なんですけれども、あ、 USAID とかその開発関係の方でも のトップになる可能性もあると思われています。でクリス・マーフィーの方は、フォーリン・リレーションズ・コミティの方ではやっぱり中東、ミドルイーストとそれからカウンター・テロリズムとかそっちの方が得意な人です。実はあんまりアジアに得意な人はそんなにうんと中枢には実は入っていません。バイデン政策チームの中にはいません。でその下な、今はそのいわゆる国務長官とかもう、ね、国家安全保障補佐官とかその高いレベルの人たちで、あ、人たちがどんな人になるかなという話だったんですけど、その後その下に、まあ、いろんなポジションがもちろん外交政策、ね、外交とか、まあ、いわゆる連邦政府に、ね、いろんなポジションが あるんですが、あのそこにどんな人たちが行くかっていうのを一つの目安としては、あのさっき の政権移行チームの中にまたこの大きな外交政策チームっていうのができてるんですね。でこれが今、これもやっぱり7月去年この7月ぐらいからこの人たちが集まり始めていて、今全体で1600人ぐらいいました。今一応解散になってるんですけど、で先ほどのトニー・ブリンケン元国務副長官がこの政策チームを引っ張っていて、その中に、20の、ワーキンググループができていました。でこの3ヶ月ぐらい、まあ、このワーキンググループの人たちが、まあ、あのもし、まあ、バイデン政権になった場合は何をするかとか、まあ、あのバイデン候補者がその外交のことに関して何かツイートしなくちゃいけないとか何かこう演説をしなくちゃいけないという時になると、このグループの人たちがいろいろトーキングポイントとか、そか演説のドラフトとかツイートのドラフトとかを出して、まあ、提案してるっていうようなことがこの数ヶ月起きていました。で20のこのワーキンググループの中でも 1グループに大体なんか80人ぐらい人がいるという感じですね。でこれがまあグループなんですけれども、この中にあの地域グループというのがありまして、地域はもちろん、東アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中東、南アジア、南米、北米っていう6つのグループがあるんで、まあ、今日あの ND の方にとってはやはりそのアジアが一番、アジアにどんな人がいたかというのは興味があるかと思うので、ちょっとアジアのことを担当していたこのマーキーグループをやってた人を紹介します。でこの共同議長をやってた人というのが2人いまして、1人がイーライ・ラクナー人で、CNES Center for New American Security というところのバイスプレゼントをやってた人ですけどね。これ中国担当で、彼が、東アジアグループの一人の議長として引っ張ってました。それからもう一人の人がジョン・パークという女性の方なんですけど、ブルッキングス・インスティテューションにいる方で、今でももちろんいる方 で彼女はやっぱ朝鮮半島全般を、こう特に北朝鮮にすごく詳しい方で、もともと CIA にいた人なんで北朝鮮にすごい強い人なんですけど、この二人がアジアグループのことは仕切っていました。でこのもちろんこの二人の下に、まあ、60人か70人ぐらいのこうスタッフいろんな専門家、スタッフじゃなくて専門家の人がボランティアでもちろん参加して、いろいろな、まあ、今後 のバイデンさんの、まあ、アジア政策について、研究学学とペーパーを用意してたという感じですね。で、なんでこのチームが大切かというと、この特にこの 共同議長、まあ、いろんな各グループにもちろん共同議長がいるんですけど、この共同議長の人たちが、もうすでに、まあランディングチームっていう、こうランディングチームっていうのが出来上がっていて、その移行チームの中に、で そこにこの共同議長の人たちがそのランディングチームに入って、でもちろん彼らはその、ね、国務長官とかその一番の人を選ぶんじゃないんですけど、その人たちが決まった後に今度は例えば国務省 のデプティアシスタントセクレタリーとか、そういうぐらいのでも人たちのポジションで誰がいいかっていうのを、まあ、アドバイスしたり名前を持ってきたり、多分自己推薦したりって、そういう形でいろんな形でその政権に入っていく、何らかの形で入っていくか関係する人たちになると思うので、ちょっと名前を紹介しました。中国と朝鮮半島専門家です。でもちろんこの彼らたちの下に日本専門家の人も何人かもちろん入っています。多分皆さんがご存知の方も入っています。もう一人ちょっと面白いアジアで考えてちょっと面白いかなって
で重要になるかなと思っている人がこのローラ・ローゼンバーガーという人なんですけども、今あのジャーマン・マーシャル・ファンドというところにいて、あの民主主義のことをやってるんですけど、オバマ政権の時にあの先ほどあの前のページであの見せたあのジェイク・サリバンという真ん中にいた比較的若い人なんですけど、彼が本当にあの物を書くのがすごく上手なんで、もうバイデンの政策、外交政策のこといろいろ書いてる人で、その彼のジェイク・サリバンのもうこう右腕だった女性なんですね、ローラ・ローゼンバーガー。だから、まあ、ジェイク・サリバンがいいポジションに行ったら、彼女も、まあ、そこにつながるような形で政権に入っていくと思います。で、あの先ほども言ったんですけど、今は民主主義のことをやっているんですが、もともとオバマ政権にいるときはあの、日本と韓国のことを国務省で担当してたので、あの実はあの彼女は東アジアのことをもうすでに仕事でやっていて、まあ、本人も、まあ、一応知っているということで、まあ、何らかの形でもしかしたらアジアの方の政策にも関わるんじゃないかなと思ってここに名前を入れました。で最後 に、まあ、で最後にここら辺はもう本当にある意味ですごくパブリックに名前が出てくる人たちなんですね。で、まあ、それ以外にそのもっと大物でそんなにこういう役割をしなくても、その税制、あの、移行委員会とかそういうところに役割をしなくても、まあ、重要人物と思われているのが、で、まあ、その、外交、それから国防関係に入って、あの、の重職に就くと思われている人が、いて、その、一人紹介したのはミシェル・フロノイっていう、もっと、あの、国防次官の女性なんですけど、彼女はもう、あのもしバイデンさんが勝ったら、国防長官になる、世界とディフェンスになる人だっていうふうにもうみんなあの合唱するように言われてます。で、もう一人、まあ、日本では多分知られてる、ね、よく知られてる方なんですけど、カート・キャンベル元国務次官補で、まあ、あの東アジアあの担当だった彼も、まあ、あのご本人は多分すごいいいポジションを狙ってらっしゃるんじゃないかなと思ったので、入れてみました。両方とも大物なので、ああいうあの前のページの移行委員会のそんな細かい役割を全然する必要はないと思う、する必要がある人ではないんですけども、一応この2人は、まあ、あの注目しておいた方がいいと思って入れてみました。ということで、一応名前と人物の紹介は。ありがとうございました。あの聞いておられる方、どのぐらいお名前がお分かりになるかわからないし、あの人の名前聞いてもわからないよって思っておられる方も多いと思うんですけど、あの ND の場合、あの日本からお連れをしたあの国会議員の方々だとか沖縄の方々のこう面談依頼のカウンターパートの顔ぶれになる可能性があるもんですから、まあ、実際あの国務省におられた方なんか、ああそういえばあの名護市長と一緒に会ったなとか今思い出している感じなんですけれども、あのただやっぱりあの日本でただ見ておられる方だとあんまりこういう方々の名前をニュースで聞くこともないかもしれないので、じゃあこの方々どういう政策を実際にバイデン政権になったとした場合に中で実践していくのかというところに関心があるのかなと思うので、そこも含めてあのマイクさんの方にご解説いただければと思うんですが、まあ、来ている質問にはですね、やっぱり対中政策がバイデンになったらどうなるのかとかですね、あと北朝鮮はどうなのかとかですね、あと TPP はどうなるんでしょうかっていった質問もあの相次いでいるので、そういったあの重要外交政策課題について、ね、ちょっとマイクさんの方からお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。あのそうですね、まあ、最初あのちょっと指摘したいことは、あの、まあ、私はあの国内政策ではかなり民主党と共和党の違いが明確にあると思います。あのしかし外交政策、特にアジア太平洋の外交政策ではあの、まあ、バイデン政権でもトランプ政権でもそんなに違いがないとあの思います。まあ、スタイル あの辺ではちょっと違いがあると思いますが、基本的にはそんなに差がないと思います。ですからそういう意味で、あのもしあの上院の方が共和党が関数を握るということになりますと、もしかしたらあのバイデン大統領があのバイパーティゼンの政策を外交政策を追求するためにあの共和党系の人もピックアップすることをあの
考えなければいけないと思います。ですから例えば日本でも結構有名なリッチ・アーマティッジはもう完全にバイデンを支持するということを表明をして、そしてまあアーマティッジに近い人たちももうNever Trump っていうような形で、ですからもしかしたらバイデン外交政策のチームの中で共和党の人も入れるということも視野に入れた方がいいと思います。で、まあ、これはオバマ政権の時でもクリントン政権の時でも共和党の人たちも入ってましたので、そんなに不思議なことではないと思います。でもう一つ、なぜそんなにバイデンとトランプの違いがないかということは、これはね基本的には構造的な要因があると思います。でそれはこの基本的にはこの中国の台頭 でアメリカの中では、まあ、中国の台頭に対してすごい警戒してるんですね。ですからバイデン政権になっても私は中国に対してかなり厳しい政策を取ると思います。まあ、やり方がねもうちょっとソフトになると思いますが、しかし、まあ、軍事面でもかなり抜本的にアメリカの軍事戦略を改善をして、できるだけ中国の いわゆる A2AD の戦略を、まあ、対抗するための政策を作り出すと思います。そしてまたバイデン政権でもインドパシフィックとの概念はそれは決して捨てるということではないと思います。そしてまあ細かいところにいけば日米関係では、まあ、よくトランプ批判ではトランプ政権は同盟国を軽視しているというような話がよく出るんですが、そして、まあ、もちろん民主党の方からそういうように批判しております。だけど実際にこのトランプ政権の政策を見れば、決してこの同盟関係を軽視しているという動きではないと思います。逆に同盟国からもっと注文をしているという現象だと思います。ですからもしトランプが再選すれば、日米関係の中でまあ、はっきりとこの駐留経費を日本が上げなければいけないという、まあまあ、すでにそういう要求がありますので、もしトランプが再選してたらそれがすごい激しく押す可能性があったと思います。まあ、バイデン政権になったらこの駐留経費よりも、まあ、そういうお金よりも日本の防衛費を上げて、そしてまた日本の防衛力を強化すべきというような圧力が結構出てくると思います。例えばミシェル・フロルノイがもし国防長官になれば、まあ、彼女はすでにこの Foreign Affairs の雑誌の中でかなり中国の、まあ、警戒している政策を出して、そして同盟国からもっとこの貢献してほしいというようなことを書いてますので、バイデン政権でも結構日本に対しての圧力が厳しくなると思います。で、まあ、それについて、まあ、沖縄の基地問題にどういう影響があるかといえば、まあ、一つ可能性としてはできるだけアメリカの前方展開戦略を効率的な効果的なものに変えるべきという動きが結構出てくると思います。まあ、すでにこのトランプ政権の中でもそういう動きが見えてますので、そしてまた政府側からも空軍海軍そして海兵隊の中でもそういう動きが出てきてると思います。
ですからそういう意味で今のままのこの軍部の構成が続くということではないと思います。結構組織を変える可能性があって、でそれによってまた沖縄での米軍基地の再編の動きが、まあ、再編の動きが出てくる可能性があると思います。でまあ、一番の問題はこれから台湾問題がかなり厳しくなりますので、そういう意味で沖縄の軍事的な意味がもっと重要になってくると思います。ですからそういう意味で沖縄県民が、まあ、これから非常に注意しなければいけないと思います。で、まあ、北朝鮮の問題ですが、これはね共闘政権になっても民主党政権になってもそんなにこの違いがないと思います。そしてオバマ政権の時に忍耐の、まあ、strategic 戦略的な、まあ、忍耐の政策というようなことを言ってたんですが、これはもうありえないと思います。もうますます北朝鮮の方は長距離ミサイルの開発を進める可能性も十分ありますので、これはアメリカ側が無視することはできないと思います。そういう意味でこの、まあ、トランプ大統領が直接サミットで北朝鮮の最高の指導者と会って話を始めたということを僕は非常に歓迎しました。しかし残念なところはそれはうまくこのワーキングレベル の、 交渉のところまでいかなかったということで、だからバイデン政権はまあ、多分そういうこのサミットはしなくてもできるだけワーキングレベルで新しい政策を進めたいと思います。でそれはまあ、最終的にはこの何かの形の、まあ、中間合意、この interim agreement っていうものが一番現実的だと思います。それは、まあ、中間に中間的に北朝鮮の核プログラムを凍結して、そして平和このピースアグリーメントの交渉を始めるという、まあ、そういうようなネゴシエーションが一番現実的じゃないかなと思います。でそれをやるためにはどう言っても共和党のバックアップも必要になりますので、そういう意味で、まあ、議会対策が非常に重要になると思います。そして、まあ、TPP ですが、まあ、僕はねオバマに戻るということにならないと思います。ですからもし TPP をやるまたやる気が出てくるんだったら、この TPP をこの修正をして入るという、まあ、そういう可能性はあると思いますが、だけどオバマ政権で交渉した TPP をバイデンが取るということは僕は決してないと思います。ありがとうございました。いろんなところでさらにいろんなご質問もいただいてます。私からもお伺いしたいことがあるかなと思ったんですけれども、ちょっとこの後は芦澤スクネコさんの方にまたその対日以外の外交の部分もお話しいただこうと思うんですが、ちょっとこの時点で今のお話に絡んだご質問からそして私からお伺いできればと思うんですが、そのバイデン政権になった時に日本に対するこう求めていくものというのが
トランプ政権の中で言われていた、まあ、4.5 倍増しの駐留経費というようなことっていうのはなくなりそうな、まあ、そこまでのものではなくなりそうではあるけれども、逆にそのこう先ほどの表現で言うと、まあ、自分で、まあ、防衛強化をしなさいと、日本が防衛力をつけなさいというような圧力っていうのは日本に対して増えていくだろうというふうに今おっしゃったかなと思うんですが、これは確かにミシェル・フロノイさんのフォーリン・アフェアーズの論文なんかを見ると、タイトルがアジアにおける戦争を止めるためにとかいうすごいタイトルで、まあそういった同盟国の軍事強化に手伝っていかなきゃいけないみたいなことも書いているんですけれども、そのこと以外にですね、そういうふうにバイデンさんになった場合に要望が日本に対して増えるであろうというふうにお考えになる、その根拠っていうのはどんなだあたりにありますか。まあ、根拠といえば、そのバイデンチームの中では、まあ、中国をすごく警戒をして、中国ができるだけ、まあ、最近南シナ海、そして東シナ海、そして特に台湾に対して強硬な行動をとっているということ でそれをもうトランプ政権とはほとんど一致していると思います。まあ、私個人はそれをちょっとやりすぎという感じですが、だけどアメリカの まあ、安全保障のコミュニティの中ではそういうコンセンサスが出てきてるんですね。まあまあ、私自身はそのコンセンサスに対してかなり反発をして、この間まあ、私の友人と一緒に Foreign Affairs に反論を出したんですが、残念ながらそういう考えは最近マノリティになってきて、まあ、中国はエクスパンショニストのあれだということ で、まあ、それはキャッキャンボーもミシェル・フローモイもそういう考えを持ってるんですね。そしてCenter for New American Security、まあ、これはもう10年前できた研究所ですが、Think Tank で、それはもうその CNAS の Think Tank の報告書を読めばすごくこのタカ派的な報告書が次から次に出てきてるんです。で、その CNAS が創立した方はこのミシェル・フロノイとキャッキャンボーですが、それがもう民主党の主流になってるんですね。ですから、まあ、それは、まあ、私としては非常に残念になります。でもう一つ私はちょっと心配しているのは、共和党の方は、まあ、大体この地政学的に安全保障政策を見るんですが、民主党の方は、まあ、割とリベラルな考えの人が多くて、人権問題を取り上げて、でそれでまた中国批判がもっと強烈に出てくる可能性が十分あるんですね。ですから人権と安全保障が結びついて、中国に対する政策がすごく強硬政策になるというように見ております。その中にこう日本というのは、まあ、対中政策の中の一つの、まあ、同盟国としていろいろ要求が増えていくだろうと、そういう分析になります。はい、その通りです。なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、邦子さんの方からちょっと時間がもうあと十何分という感じなんですけれども、質問はいっぱいいただいて、まだ出しておられない方もこれぞっていうのがあればぜひ書いていただければと思うんですが、質問を書いていただいている間に外交政策、対日以外の部分についてお話しいただけますか。はい、対日以外だとたくさんなっちゃうので絶対全部はカバーできないと思うんですけど、まず一つの傾向として、私が先ほどこう紹介したいわゆる中枢にバイデンさんにすごい近い人たちのいろんな論文とかを読んでると、バイデンさん自身の外交のフォーリンアフェアーズに出した論文見てても同じなんですけど、論文のうちの、まあ、論文でもそんな長くないんですけどね、その文章のうちの
半分から3分の2ぐらいが結局はアメリカの国内対策のことになっちゃってるんですね。もう例えば対中のことに中国に対して書いている例えばアーティクル、さっきのジェイク・サリバンとかも書いてるんですけど、結局はその中国にまず、ね、ちゃんと、まあ、対アジアというよりはその大きな世界の全体における米中で考えると、やっぱり今何をやっていくかというと、アメリカの民主主義を、ね、立て直さなくちゃいけないとか、ね、アメリカ内で のいわゆるその人権の問題を立て直さなくちゃいけない。で、こう自分たちで立て直して、で、まあ、lead by example っていうことをやろうっていう、そう本当になぜか国外政策のことを話しているのに、国内で何をやりますっていうふうな文章の書き方になってるんですね。で、まあ、それはまあ選挙対策もあると思うんですけども、まあ、それが今彼ら の一番中枢にいる人たちの頭の中ではそれがいっぱい、まあ、とにかく、まあ、外交はやるけれども、まずはその、ね、アメリカの国内の状況を、まあ、立て直さなくちゃいけない。で、経済的にもやっぱり国際経済の問題の外交について書いてるのを見てても、やっぱり半分以上がアメリカの国内のまず経済インフラにお金を使うとか、で、そういうことになってるんです。だからそこはすごく面白い特徴、これまでのいわゆる新しい政権に入る人たちが書く論文とはかなり違う、今のアメリカをすごくこういわゆるなんていうのかしら、映しているような考え方だなと思ってます。で、先ほどのその例えば TPP の話なんかもそれで考えるとすごく面白くて、一応バイデン政権は、まあ、オバマさんと一緒にやってたという理由もあるんで、例えばイランディール、イラン の核合意には戻るちゃんと言ってるんですね。それから WHO からトランプさんは出てしまったんですけど、 WHO にもすぐ戻る言ってるし、それからクライメートチェンジの温暖化のパリ合意にもすぐ戻るって言ってるんですね。でも TPP に関しては本当に言葉が出て、 TPP っていう言葉も出さないんですね。で、そのやっぱり理由としては多分その民主党の支持者に対する考え方もあるし、それからやっぱりその経済政策に関してはアメリカのいわゆる中間所得者ミドルアメリカのためになる経済政策をっていうふうにもう何ていうかタイトルでも出すぐらいにやってる論文が書かれてるんで、おそらくもしもその、まあ、TPP とは言わないけども、まあ、新たなその自由貿易の何か動きを出すとしたら、一つやってることは、まあ、TPP みたいな感じで割とその新しい何ていうのかしら、レーバーとかそれから環境問題にはこう考慮された新しいルール作りをしながら、でもアメリカの国内経済、国内経済に対するこうインパクトはなるべくもう極力抑えたいっていうような形で出てくると思うんですね。でそのために多分 TPP というのは出してなくて、でも一つ言ってるのが、まあ、アジアとそれからヨーロッパ、そのいわゆるライクマインドだからデモクラシーなんですけど、まあ、ライクマインドの、まあ、国、それから経済との一緒にまたその自由貿易を考えてもいいんじゃないかっていうことは書いてあります。でも TPP っていう名前は絶対出していません。で、もう一つまあ、最初の話とつながるんですけど、非常にその論文の中で強調されるのはやっぱり民主主義、望月先生も話したんですけど、民主主義の重要さっていうのをやっぱり外交に出していきたいというのはもう何度も繰り返されていて、でもそれもその文脈っていうのがやっぱりそのためにはやっぱりアメリカの国内だけの民主主義をまずは立て直さなくちゃいけない。で、その後は何をするかっていうのは大体こう尻切れトンボで書かれてないっていう感じなんですね。だから実はそこどこまでちゃんと考えてるのかっていうのが私すごい疑問に思ってます。で、ただ一つだけちゃんとはっきり出してるのが、新しい大統領になると、まあ、その100日以内にいろいろやりたいっていう目標を出すんですけど、その100日まあ、就任してから100日のない中で外交としてやりたいっていうの中の一つで、民主主義国家のサミットは絶対開きたいって言ってます。で、多分だからまあワシントンに呼んできて、その民主主義国家を呼んできてサミットを開くと思うんですけど、そうすると日本は必ずそれにまあ招待されることになると思うんですね。で、そのテーマとしてはやっぱりその
彼らはその経済、国際経済のこのいわゆる資本主義の行き過ぎの資本主義化で主義でいろいろ格差が生まれてきてそれが問題になっているということはすごい理解しているので、民主主義のサミットで集まった場合はその国際経済の抜け穴、まあ、企業がまあいろいろ税制とかで抜け穴で逃げちゃうのをまあこう埋めていこうというような、そういうことをテーマにしたいというのが一つ面白いなと思ってて、まあ、それ以外はまあもちろん民主化の問題と人権の問題はまあ民主主義国家の間で、それからクライメートチェンジの問題はその民主主義サミットの中で議論していこうというふうに言ってます。だからある意味その、ね、日本はそこにまあ招待されるわけだから、どのくらい日本に対して期待してるかどうかは分からないんですけど、で日本側でまあそういう提案をしていくというのは一つのこうアイディアじゃないかなとは私は思っています。そんな感じかな。はい、ありがとうございます。またマイクさんにも今のテーマについてご意見いただければと思うんですが、今ちょっと触れられなかったもう一個の点として核兵器の問題があってですね、ご存知のようにトランプさんは核兵器に関していろいろな状況、INF から抜けたりというようなこともあったんですけれども、質問もいただいてまして、バイデン政権になった場合の中距離核兵器に、関する対する態度をどう見ますか、対中を見据えて沖縄を含む日本に配備要求もあり得るでしょうかという、まあ、ご質問もいただいておりますが、まあ、マイクさん、今の邦子さんのお話を踏まえた上で、対日以外の外交面についてちょっと核の面にも触れつつお話しいただけますでしょうか。はいはい、まあ、核の面ではね、それはね、ちょっとバイデンのチームの考えと、まあ、トランプ政権では、まあ、ちょっと差があると思います。まあバイデンを支持する専門家の中では、まあ、結構強硬な政策を追求している人もおります。しかし割と慎重に考えている人もおりますので、まあ、トランプ政権ではできるだけ、まあ、中距離ミサイルをアジア太平洋地域に配備すべきという考えで、まあ、せめて、まあ、グアムとかそういうところに配備して、そしてできれば日本でも配備したいという考えが割と有利だったと思います。だけどまあ、バイデンチームに関係する人たちはまあ、今のところそこまでやる必要はないという考えもあるので、もうちょっと慎重にこれを検討すべきだという考えが あると思います。でもう一つ、これはこれはね、オバマ政権 の延長になると思いますが、中国とのこの核兵器の対話を進めようという、まあ、そういう動きがまた出てくると思います。まあ、すでにオバマ政権の時にそれをやろうとしたんですが、中国側があんまり関心がなくて、だけどアメリカがこの INF トリリーから出たということによって、中国が関心が出てくる可能性もありますので、バイデン政権がそれを進める可能性も十分あると思います。そして、まあ、オバマ政権の中で英語で言えば No First Use っていう先制不使用っていう、まあ、概念が、まあ、結構オバマ政権の中でもありました。まあ、それはニュークリアディスアーマメントにつなげるためにこの No First Use を支持する人も結構おりました。しかしこれはね、かなり真面目に考えてたんですが、日本側からすごく反論がありまして、最後はオバマ政権はそれをやらなくなったんです。ですから、まあまあ、その経験がありますので、決して僕バイデン政権はこの No First Use の考えを持ち出すということは僕は今のところはあんまりないと思います。しかし面白いんですが、クリントン政権 の,
国防長官やってたあのウォリアム・ペリー、ビル・ペリーが最近あの出版した本の中で、彼はもうあの No First Use をすごく支持するんですね。そして日本がそれを抵抗するということはあの非常にまずいあれで、本当に日本があのニュークリアディサームメントを支持するんだったら、あの No First Use を歓迎すべきだってあのいう考えをあはっきりと言ってるんですね。ですからあのバイデン政権があのこれはあんまりあの注目しなくても、この、まあ、あの幅広くこの民主党 の, あの安全保障のコミュニティの中でこの No First Use という考え方はまだ僕はあの生きてると思います。ですから そういう意味であの日本とアメリカの安全保障の専門家がもうちょっとこの核戦略についてあのダイアログをあのした方がいいと思います、うん、ありがとうございます。59分になってしまったんですけど、もう少しだけ続けさせていただければというふうに思うんですが、今ロシアに対する話がなかったらロシアではどうでしょうかというご質問もいただいています。アメリカの軍部が中ロ同等の脅威というのはずっと言い続け、まあ、私もアメリカにいる、まあ、アメリカに全然1月から行けなくなってしまったんですけど、コロナのせいでいるとですね、テレビなんか見てて、まあ、本当にアメリカ人ってロシア好きじゃないんだなっていう感覚を、冷戦ってまだ残ってるんだななんて思ったりすることもあるんですけども、まあ、特に軍部はそういうものを強調するというところがありますが、バイデン政権になった場合のロシアとの関係というのは、まあ、非常にね、そのいろいろ選挙でも批判もされたりもしているので難しいと思うんですけども、どんな感じになりそうでしょうか、どちらでも。まあ、あの僕はね、このロシアあの政策、まあまあ、ロシアがね、非常に、まあ、警戒する行動はもちろん取ってます。だけど、あのこれはね、あの、まあ、クリントン政権以来の、まあ、民主党がこのロシア政策の失敗の反省がほとんどないということが言えると思います。で、そしてあの残念ながら、今のバイデンチームでもそういうあの反省がほとんどないと思います。ですからバイデン政権になってもロシア政策は米ロ関係が改善するということは僕はあんまり可能性がないと思います。逆にもっと強硬な方に行く可能性が十分あると思います。ありがとうございます。そうですね、そこでこうちょっとですね、スペシャルゲストというとなんですけれども、今日国際政治の専門家でいらっしゃって元外務省のスタッフでもあられたですね、東郷和彦さんがいらっしゃっておりますので、ちょっと今のディスカッションを聞かれた上で何か一言お願いできればと思いますが、東郷さんよろしいでしょうか。今日はありがとうございました。いや、まずたくさん教えていただきましてね、やっぱり特に議会の状況、大統領選挙の 方は日本で随分報道されてますけど、議会の状況っていうのは僕はあんまり分かってなくて、たくさん教えていただきました。ありがとうございました。それから質問は僕は今までもう3つ書いててですね、それで尽きてるんですけども、1つだけちょっと取り上げてない話でね、まあ、せっかく機会をいただいたので聞きたいんですけども、韓国と日本との関係ですね、非常に悪いですね今ね。それ僕はそれ過去半年一番心配してきてるんですけど、菅政権になっても改善のどうも兆しがよくわからないんだけど、あまりないみたいです。それでアメリカから見て、しかもこのバイデンのチームの中に、日韓関係の専門家っていうのが入ってるっていうことなんですけど、今の日韓関係がどうしてこうおかしくなってしまったのは、僕は両方に責任があると思うんですけど、その辺のところ、それから特にこれから菅政権がこの問題に対してどういう態度を取っていくかということに対して、バイデン政権が理解を、その日韓関係の難しさを分かった上で、まあ、まあ、両方もう少ししっかりしてくれよというような、そういうポジションに出てきますかね。それが僕は最後に残ってる質問です。お願いします。はい、東郷さん、久しぶりです。
私もね、それについて非常に関心があって、また心配しております。そして、まあ、菅政権に代わって、まあ、新しいこの機会が出てくるんじゃないかなという、まあ、期待をしてて、それがあんまり見えてないということで、ちょっと残念に思います。トランプ政権と比べたら、まあ、バイデン政権ではこの日韓関係改善するということは、まあ、非常に望ましいという考えを持っていると思います。しかし、オバマ政権の時で慰安婦問題で、ある程度日本と韓国に対して注文とか、まあ、圧力をかけたということがあると思いますが、まあ、それがね、ある程度この進展があったんですが、またそれ、まあ、逆に動いたという、まあ、そういうこの苦い経験があるから、まあ、多分バイデン政権の中でもこれは、まあ、重要な問題だけど非常に難しいあれで、そして変なようにアメリカがこれを介入して、まあ、仲介役をするとしたら逆にもっと悪い結果になるっていう、まあ、そういう心配がありますので、それがねすごくまあ、ちょっと戸惑いのところがあると思いますが、まあ、私は望んでるのは日本で、まあ、統合さんみたいな方、そしてまた韓国でも日本との関係を改善したいという人と、まあ、そういうような人と方とアメリカの、まあ、このバイデンに近いした人、これはこの非公式的に、まあ、トラック2みたいな形で何か新しいアイディアを出して、そしてセーフレベルまで持っていくということが一番いいやり方じゃないかなと思います。まあ本当はね、日本側もこれは韓国との関係は、まあ、戦略的に重要だということの認識がねちょっと足りないという感じで、で、まあ、よくこの自由と開かれたインド太平洋の考え方が安倍政権で、まあ、すごく宣伝してるんですが、その自由と開かれたインドパシフィックを考えれば韓国がね抜けてるんですね。で、韓国は一番この日本の隣の民主主義の国で、それが入ってないということがね非常に不思議に思うんですね。でそれがまあ、常識だと思いますが、日本では今の段階でその常識が認められてないということが非常に残念に思います。国子さん、いいですか。はい、さっきちょっと紹介したブルッキングスのジュン・パークさんという女性の方なんですけど、彼女は去年、一昨年かな、やっぱりその日韓の重要性をこう書いてある論文、歌っている論文を書いていて、特にそのやっぱり慰安婦問題のこと、まあ、難しいことも触れながら、やっぱり、まあ、アメリカとしても、まあ、こうサミットみたいな感じで、その日米韓のサミットとか、そういう形で、やっぱり日韓 のもう少し、状況を良くすることに努力しなくちゃいけないということは書いてるんですね。だから、まあ、彼女まだ若い人なんで、どのようなポジションに本当にいい場所に、そういう、まあ、力のある場所に行くかどうかは分からないんですけども、まあ、彼女がそういうところに行けば少しは努力してそういう声を出す可能性があると思います。それが、まあ、うまくいけば反映される可能性もなくはないかもしれないんだと思っています。でもう一人いたローラ・ローゼンバーガーという人もやっぱり日韓やってたんですけど、先ほどの東郷先生の質問に答えると、ローラの方はそういう微妙な日韓の詳しいことはあんまりそこまで分かってないっていう印象を受けたので、やっぱりそのもう一人のブルッキングスのジュン・パンクさんの方がやっぱりいいこうもう少し声の出るポジションに行ってもらった方が東郷先生 こう心配から見るといいのかなと思いました。ありがとうございます。東郷さん特別出演ありがとうございます。ありがとうございます。
今10分経過をしておりますので、とりあえずですね、非常に盛りだくさんの回ではあったんですけれども、まあ、一次回といいますか、オフィシャルの回としてはこちらで終了にしようかなというふうに思っております。私もですね、一応アメリカを見ている人ということで、まあ、いろんな方に知っていただいている関係もあってですね、この大統領選挙についての意見というのを、まあ、たくさん求めていただくことが多いんですけれども、今日の琉球新報、沖縄の新聞のコメント寄稿にも載せさせていただいたんですが、私たちが日本人としてまあ、日本人というか日本に住む人間としてですね、一番意識していきたいのは、まあ、確かにアメリカっていうのは非常に重要な国、世界のあちこちの国にとって重要で、日本には特に重要な国でもあるんですけれども、まあ、最終的にはこういった機会にいろんな情報を得ながらですね、まあ、日本がどういうふうに動いていくのかというのは、それに必ずしも振り回されないでですね、私たち日本がどういう政策を取っていくのかということをしっかり今自分の頭で考えなくてはいけない、まあ、ちょっと偉そうなことを、まあ、冒頭に大統領選のことばっかり宣伝して、今国会でいろんな審議がされているのに、全然その国会の審議何やってるかもほとんど新聞には載らないような状態ではあるんですが、まあ、それも受けてですね、まあ、自分で情報はしっかりアメリカからも受けた上で考えていこうということで、今ちょっと新聞の記事みたいなものも全員チャットに流させていただいたんですが、例えば核兵器の問題でも、この核大国アメリカが先制不使用、つまり他の国から核兵器使われない限りは日本からは日本じゃないアメリカからは使わないという、まあ、宣言をしようということをオバマ政権の時に努力をアメリカ側の方がしたんだけれども、それにノーと言ってそれをさせなかったのは日本政府であると、もう何か核を使わない通常兵器での問題が日本に降りかかってきた、他の国から降りかかってきた時に核兵器で対抗してほしい場面というのはあるかもしれないから、先制不使用なんていうものは手段として取らないでほしいというようなことを、まあ、言ったということが、まあ、今の外務次官ですか、がそういうの話をアメリカでしたというような話も報道がされたこともありましたけれども、まあ、核兵器の被害国である、被爆国で唯一の被爆国なんていうふうに、売り続けている自分たちのソフトパワーが全く真逆の方向で実際の政策の面ではこう進んでいるというのは現実もありますし、まあ、そういったところでこう、まあ、アメリカがどうなるのかというのは非常に気にはなるところであるけれども、逆に今日本の方から発信をして影響を少しでも与えていくぞぐらいの気概を持ってやっていかなくてはいけないのかなというふうに思っています。今日敵基地攻撃能力の話というのも出ませんでしたけれども、まあ、実は国会ではそんな議論もずっと進んでいるんですが、まあ、バイデン政権からしますと敵基地攻撃能力というのは大変感激するアメリカの一つの中国に向けた武器を増やすと、まあ、日本だけで行使することはできない能力ですから、いくら認められてもアメリカの一体となってやっていくということにはなっていくんだと思うんですけれども、ほとんどその議論もないまま、ね、新聞では基本的に大統領選挙ばっかりが議論されているというような状態なので、情報を集めつつ、いろんなところで学ぶべきところは学びつつ、まあ、最後は私たちが自分たちで考えていくのかななんていうことを、まあ、いつも質問を受けるたびに、こうちょっとコメントしたりなんかもしています。まあ、とは言いましてもですね、非常にアメリカの状況なかなかニュースで追っててもあまりにも細かすぎて何をこう議論してるのかわからないっていうようなことにも陥りがちではあるんですが、今日は非常にわかりやすくですね、芦澤邦子さん、そしてマイク望月さんに解説をいただいたかなというふうに思っていますお二人とも新外交イニシアチブのメンバーでもありますので、これからもこういった機会を新外交イニシアチブでお持ち、そして、実際どういった政策を私どもが取っていくべきなのかということについて議論を進めていきたいというふうに思いますので、ぜひこれからも私ども新外交イニシアチブのこうしたイベントに皆様ぜひご参加をいただき、そして、もしよろしければですね、こういった会を日本の中だけでなくこうして海外ともつないでですね、企画していきたいと思いますので、会員になっていただく、あるいは寄付といった形でですね、ご支援をいただければ大変ありがたく思っております。少しこれからのイベントの告知をさせていただきます。すでにウェブサイトにも載っておりまして、皆様にもメールでのご連絡がいっているかと思いますが、まあ、ND ですね、このコロナ禍に、まあ、月に2つ必ずイベントをやろうと心がけて、かなり無茶なペースではあるんですが頑張っているんですけれども、次回はですね、11月の20日に、今度は原発のテーマ、
六ヶ所村再処理工場の本格稼働がもたらす課題、青森と世界の視点と題してですね、プルトニウムの蓄積、核兵器の問題にもつながりますけれども、長崎大学の教授鈴木達次郎さん、元政府の方ですけれども、お呼びをして、再稼働が、再稼働が本格稼働、初めての本格稼働が来年再来年に見込まれている再処理工場についての議論というものを現地を ND の調査チームでも訪問しておりますので、そんな報告も踏まえながら青森の視点、そして世界の視点ということで議論をしていきたいと思います。申し込みはウェブサイトから受け付けておりますので、ぜひご参加ください。それからですね、もう理事会を決めておりまして、今日議論にもなりましたけれども、まあ、韓国との関係、そして北朝鮮との関係というのも非常に、まあ、悪化をしているわけなんですが、朝鮮半島の、まあ、今の分断の背景にはですね、日本というのもものすごく大きく関わっているということも、あんまり私の世代なんかより下はですね、多分全く自覚したことがないんだというふうに思います。その問題について、まあ、の歴史問題も取り扱うんですが、歴史問題プラスアルファでですね、その、まあ、同盟、まあ、日米同盟、日韓同盟、そして朝鮮半島というところに焦点を当てて、戦前、1900年代ぐらいから、そして今日、そして、これから、まあ、今年は日韓併合から110年なんて聞くこともあんまり新聞でもないんですけれども、そのあたりからですね、そして未来に向けての朝鮮半島と日本の関係、日米同盟、アメリカ同盟の今までとこれからということで議論をしていきたいというふうに思っています。東京外語大学の名誉教授である中野俊夫先生、それから元雑誌世界の編集長で、ND のアドバイザーもしてくださっている岡本敦さん、そして ND の研究員の弁護士であるパクチュンさんをお招きして、これは戦後75周年シリーズ第4回ということで、3時間の大型企画ということで企画をしておりますので、もしよろしければぜひご参加をいただければ、だいぶ普段あまり日本の中で企画されない感じの朝鮮半島テーマだと思うので、たくさんの方のご参加をいただければ嬉しく思います。それから宣伝ついでにごめんなさい、もう一つ宣伝をせよというふうに言われている点がありまして、私も新外交イニシアチブですよね、ではですね、コロナ禍でなかなか発信が難しい、ND は1000人クラスの大きなイベントを玉城デニッチ沖縄県知事をお支えしながら開催したりとかいろいろしてきたんですけど、そういうのはもうとてもできない状況に今なってしまっていて、今回もそうですけども、オンラインでの発信というのを頑張っています。その一つがですね、 YouTube による発信で、私どものまあ、私の番組を作らせていただいたり、他の調査研究員のメンバーだったり、あるいはこれから評議員のメンバーにもぜひ YouTube 発信のビデオを撮ってお願いしようと思っているんですが、定期的に行っています。ぜひですね、お気に入りに登録をしていただきますと、頑張っているスタッフも非常に励まされますので、登録していただき、また拡散にご協力をいただきますようお願いします。はい、では長い最後のまとめになってしまいましたけれども、まずはここにてですね、オフィシャルな会としての本日のイベント、大統領選速報というワシントンからのご報告をおしまいにしたいというふうに思います。たくさんのご参加、皆様ありがとうございました。登壇者のお二人に改めて拍手でおしまいしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。